味噌の香りと鮭の旨味と野菜の旨味、これはお酒が進むな。はい、本日の食材はこちらでございます。青森県八戸から参りましたサクラマスです。今日はですね、天然のサクラマスを使ったちゃんちゃん焼き作りたいと思います。で、フライパン1個でね、簡単にできるんで、鮭の切り身があったら家庭でもできるような、でそういうあんなができる動画にしたいと思います。本マスはね、鮭に似てますけども、これね、ヤマメらしいです。ヤマメはずっと川にいるのがヤマメで、それが一回海に出て戻ってくる、それを本マスとかサクラマスとか言います。青森、北海道で水揚げされる本マスは、海水温が高い夏頃はオホーツクあたりを回遊し、たくさんの餌を食べて大きく成長します。水温の低下ともに南下し、津軽海峡付近で越冬して春に生まれて川に戻る、うん、はい、それではね、この本マスの方、まずは、2枚おろし、3枚おろしにさばいていきたいと思います。はい、ね、サクラマス、今エラとまた取りましたけど、胃袋に魚入ってるんですね。これ噛んだろ、サバかな。ほら丸飲みですよ、胃袋に。ほらサバが入ってました。すごいね、まだ消化されてない。はい、じゃあね、洗ってきましたんで、こちらを、下ろしていきます。本マスの身です。油ありますね、この辺ね。油があって、綺麗な身ですね。美味しそう。百貨店とかスーパーに売ってるような切り身にね、したいと思います。このいいところ。切り身。はい、ということでね、こちらの今さばいた、さばきたてのサクラマスの、皮の部分と、まあ、切り身の部分、ここを使って、こちらね、フライパン1個でちゃんちゃん焼き作っていきたいと思います。ちゃんちゃん焼きに使うのは、まず刻んだニンニクとバターですね。バターこれ 10g です。と、椎茸とキャベツの角切り、あとは玉ねぎと舞茸と、こちらごごみですね、山菜ごごみと、タラの芽です。こちらを使ってちゃんちゃん焼き作っていきたいと思います。こちらのね、タレ今合わせてきました。この量2切れぐらいで、味噌が 60g です。砂糖が 10g、 お酒が大さじ2、みりんが大さじ1を混ぜたものです。まあ、こんぐらいのとろみですかね。はい、それぐらい作っていきたいと思います。まあ、次つけます。はい、こちらのね、フライパンが温まってきたら、まずバターを入れます。バター入れて、ニンニクですね、香りを。そしたら鮭のね、身、軽く塩コショウします。軽く塩と、で、この鮭を覆うように野菜を入れていきます。でね、野菜に火を通すために、落とし蓋のようにアルミをね、上からかけます。で、火をちょっとね、弱火にしてください。これ火をつけます。その間に、お酒の用意しちゃおうと。芋麹、芋で有名な国分酒造の安田。あ、これ芋麹、芋の復刻版なんですね。大好きで、昔から。よく飲んだんですよ。すっげえ芋の香りする。ザ芋って感じです。芋麹 100%。 美味しい。ちょっと野菜がしんなりしてきたら、ここで味噌を投入します。で、だんだんね、あの野菜のから水分が出て蒸し焼きにされていきますんで、こんな感じでいいと思います。北海道の鍋は野菜を美味しく食べさせるのがうまいですよね。いいかな。うわ、うまそう。いいじゃないですか。こんな感じ。いただきます。うん、うまい。めっちゃ柔らかい。味噌の香りと鮭の旨味と野菜の旨味。これはお酒が進むな。いや、うまい。で、こちらカマで一気しながら。美味しいです。ホットプレートで全然いいと思います。じゃあもっとね、
麺が取れるんでいいんじゃないですか。これうまい、めっちゃうまかったです。鮭のちゃんちゃん焼きのレポート、桜松を使ってやってみました。ぜひね、あの家庭でも簡単にできると思いますので、そんな難しくないですし、で味噌あえただけですから、ぜひね、こう作りたて焼きたてを温めながら食べてみたらいいんじゃないでしょうか。ということで最後まで動画の方を見ていただきましてありがとうございました。みたろうでした。チャンネル登録お願いします。ナイス。あ、これ芋麹、芋の復刻版なんですね。独自製法で芋 100% の焼酎を作ったと。その作った杜氏さんが安田さんなんで、安田っていう芋どきらしい。